こんにちは、カロです。今日は日本語の熟語の構成についてご紹介したいと思います。熟語といってもたくさんの種類があります。例えば以前の動画でもやりました、否定の言葉がついているものだったり、中学校とかも熟語になっていますよね。今日はこのような熟語の構成についてご紹介したいと思います。では早速いってみましょう。まず1パターン目、似たような意味を重ねている言葉というものがあります。例えば温暖、地球温暖化とかの温暖ですね。暖かい、暖かい、二つとも暖かいという意味を持っています。これがくっついて温暖という言葉になっていますね。反対の言葉で寒冷なんていうのもあります。寒い、冷たいがくっついて寒冷、これもどっちも似たような意味ですよね。他にも川と川がくっついた河川なんていう言葉もあります。こんな感じで似たような意味がくっついているものが1パターン目です。そうするともちろん2パターン目は反対の意味を持っている言葉の組み合わせですね。小学校1年生で習う漢字の組み合わせで言ってみると、上と下くっつけて上下なんていう言葉がありますね。左と右で左右という熟語もあります。他には明るい、暗い、明暗とかですかね。このように意味が反対になっている言葉の組み合わせという熟語もあります。これが2パターン目ですね。次に3つ目ですね、接頭辞型というものもあります。これは以前動画でご紹介した否定の言葉、ひ、に、む、ふがくっついている熟語の構成になります。否定の言葉が熟語にくっついて意味を打ち消すというものですね。では4つ目、設備字型というものもあります。今度は設備なので熟語の後ろにくっつけます。中学校の時間割に総合っていう時間あるの覚えてますか？これに敵をくっつけると総合的という言葉になりますよね。昨日の晩ご飯、今朝の朝食、昼食を総合的に判断して今日の晩ご飯はラーメンにします、なんていう風な使い方ができますよね。総合というもともとある熟語に敵がつくことで意味が補強されています。他にも油性ペンの性とかですね、油っていう言葉に性質を表す性っていうのがくっついて油性ペン、これも意味がちょっと付け足されていますよね。あとはパスタを作るときによく聞くのが油を乳化させるとかですね、乳っていうもともとある漢字の意味を化という、そんなタイプにしますよっていう意味の漢字を組み合わせることで意味を付け足しています。敵とか、かとか、油性の性、机が整然と並んでいるの、全、こんな字がくっつくのが、設備字型の熟語になります。ここまでが、割と覚えやすい熟語の構成かと思います。では次に、ちょっとひねった熟語の構成をご紹介します。ひねったというよりは、文法的な熟語の構成になるので、今までご紹介した構成とはちょっと、考え方が違うものになります。全部で3つですね。まずは一気に全部ご紹介してから例を挙げて意味を説明していきたいと思います。まずはこちら。主語、述語の関係。就職、非就職の関係。述語と目的語の関係。この3パターンがあります。では内容を詳しく見ていきましょう。まずは主語、述語の関係ですね。もちろん言葉の通りで、主語になる言葉、述語になる言葉がくっついている熟語ということになります。例えば、頭痛とか、雷鳴とかですね。頭痛だったら、
頭が痛いって訳せますよね。題名も雷が鳴るということになっています。このように一つ目の漢字が主語になって二つ目の漢字が述語になる組み合わせが主語と述語の関係というものになります。二つ目、就職、非就職の関係というものですね。就職語については以前動画で扱っていますので、もしあれそれってなんだっけという方がいたらチェックしてみてください。こちらも例を挙げて見てみましょう。例えば海水だったら海の水ということになりますよね。水っていうのは本来無色透明で味がないものなんですけれど、海の水とすることでしょっぱいあの水のことになりますよね。他にも以前季語としてご紹介しました残雪だと残った雪ということになります。これに関しては、え、雪が残るじゃないのっていう風に疑問を持たれる方いるかと思うんですけれど、雪が残るの場合だと雪残っていう順序にしないといけないんですね。残雪なので意味をひっくり返すことはできないんですね。つまり雪が残っている状態という風に意味を付け加えているので、就職、非就職の関係になるんです。これちょっと分かりづらいところかと思うんですが、熟語っていうのは一番小さい単位だと漢字が2文字で作られています。なので言葉の順番通りの意味で考えてください。雪が残るじゃないっていうことで主語述語の関係ってテストで選んでしまうと罰になってしまうので要注意です。最後に述語と目的語の関係ですね。こちらは読書とか帰宅のような述語の構成のことです。読書は書を読むということで、下の漢字が目的語、何々を何々にの部分ですね。目的語になっていて、読むっていう述語が頭にくっついています。同じく帰宅も宅、家に帰るというような組み合わせになっています。こちらも言葉の順番通りに意味を判断してください。就職、非就職の関係と少し似ているので紛らわしいんですけれど、目的語になるので何々をどうするとか何々にどうしたというような意味の組み合わせになります。就職、非就職は最初に来る漢字が後ろの漢字を詳しく説明しているもの。述語、目的語は後ろに来る漢字にどのような作用を与えるのか、どのような動作がくっついているのかというような違いがあります。単語の構成に関しては中学校の国語のテストでおそらくよく出されると思います。小学校でも習っていると思うんですけれど、見極めるのに少し練習が必要なので、ぜひぜひいろんな漢字見てみてください。それでは今日もご視聴ありがとうございました。今日はチョロが熟語の構成についてご説明させていただきました。少しでもためになったなと思う方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたねー。